時は戦国。織田信長は現馬ギルデンスタンと契約することで今川義元を撃破する。ギルデンスタンは鬼の一族が残した時のねじれを発見し、これを我が物にしようとしたが失敗に終わった。そして時のねじれは過去と未来の武将たちを召喚。武将たちは玄馬、鬼、人の勢力に分かれ、それぞれの夢へと動き出した。いよいよ旅立つか。北条は強敵ぞ。はい、兄者。氏康よ、必ずや北条の旗を関八州に打ち立てよ。はい、父上。どんな手段を使っても。当分会えぬかもしれぬ。そうか。では、またな。待ってくれ。わらわはそなたの本当の名も知らない。それは俺も同じ。今度会った時にでも教えよう。ではな、竜殿。まったくもう。銀千代よ。本日よりそなたが橘城の主だ。橘の名に恥じぬ戦いをせ。はこの命に変えても。荷物をすべて奪え。死ねもどちか。海はすべて俺のものだ。Thank you.